こ見て、破りたくないよ、でもこうん、ここここ、ハサミ持ってないよね。ハサミ持ってない。こんばんは。あ、いた。こんばんは。無事に到着しております。うん、うん、うん、辛い。のセブンで買った。いやここまでしか見れない。めっちゃ低いの。角。反対。こっちのセブンで買いました。からからポテチ。いただきます。おお、辛いやん。辛い？うん。しっかり辛い。薄い気がする。濃い茶に慣れてるから。ちゃんと辛いかも。めっちゃ辛いね。あとがする。アイポン生きててよかった。誰ですか？アリサちゃんです。こんばんは。どぶ。でもなんか。あんまり惹かれるものが。iPhone は生きてます。なんで閉じんのこれ。こっちにしよっか。画角がおかしいです。よし、どうですか？ここだとどうですか？マレーシア料理はね、まだ、うん、ね、私のベッドを汚さないでください。汚しないですよ。ちょっとあの窓際に寄ったかなぐらい。ちょっと窓に近づいたかなぐらい。まだ辛いものは食べてない。ちゃんと辛い。あれはマンゴージュースは飲んでみる？マンゴージュース飲んでみる？確かに。ヨーグルトも買ったけど、ヨーグルトは今じゃない。入っちゃった。
ジュースドリンクで西のセブンで見つけた。こっち来てよやっぱ。画角変更。画角変更です。こんばんみ。どこに置けばいい？ここ。ん？あ、ここ？うん。オープン。ピン。めっちゃ曇ってる。指で。はい。よいしょ。あず。開けてみるよ。マンゴージュース。え、これめっちゃ美味しい。開封。おすすめです。硬っ。飲んでみますよ。どうぞ。こっちのセブンのマンゴージュース。うん。濃い。今日なんか屋台みたいなやつ、出店みたいなやつで買ったやつはそんなに濃くなかった。そんな何口も飲まんと分からんぐらい。こっちも薄めじゃけど。じゃけどやめて。ここマレーシア。薄めじゃけどうまい。ああ甘くないかも。ね。え、確かに甘濃くない。薄味なんですかね、マレーシア。マレーシアっぽい料理も食べたやん。うん、あれもほとんど、あれはさ、でも辛くないようにしてますみたいな言ってなかった。あ、そういうこと。そう、みんなが食べるみたいな薄味付けになってた。これが一番濃いやん。うん、これが一番味濃い。マレーシアで食べたもの。ギフトありがとうございます。いや無事にやってこれました。日本じゃないとこに位置情報があるんですよ、 Google マップの。もうびっくり。やばいよね、こう見たらめっちゃ離れてるね。すごい、めっちゃ下がってきてる。日本離れてるんやけど、初めて日本を脱出しています。え、そうなん？え、うん、行ったことないよ。海外？うん、初海外？そうだよ。え、そうなん？でもマレーシアじゃないわ。なんだっけ、何？パスポートは5年前から持ってました。そうだった。そう。あれ充電できてない。おめでとうございます、初海外ありがとうございます。カレ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 カラ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 。え、これ刺さってない、うんうん、え、これダメなのかな。充電。うん。なんか持ってる。ちゃんと変換プラグも使えております。結構なんか持ってる。え、もしかしてこれダメなパターン？うん。あ、いけた。こんばんは。ね、こんなに離れているのに。配信をしているから変な感じでしょ。まだこっちは10時だけど。あ、もう11時なんか。うん。わお。普通に配信切れると思う。こっちはまだ10時でございます。サラピが入国できるか危ういとこにいたんですよね。そうなの。
入国審査がなんかずっと何かあのパスポートやってなんかみんなすんなり通るのに顔認証そう顔認証が一生なんか反応せんくてえっみたいなえってなってイミグレみたいなあの人がおる方に行って英語喋ったんそこでえそうでなんか聞かれたのなんかイングリッシュみたいなイングリッシュみたいなってけあーノーイングリッシュって言ったらノーイングリッシュノーイングリッシュって言われて怒られたえそうノーイングリッシュって言われてあーこうやってこうやってリトルイングリッシュって言ってあと何されたっけで、うん、なんかあの言ってねこう言ってねって言われとったやつあって、うん、その後ろその質問してくる人の男の人の後ろにマネージャーさんが立っててくれたから、うん、あの師匠で振ってきたときだなって言ってそしたらマネージャーさんが、うんあのなんか紙、うんうん、見せてくれておーオッケーオッケーってなって何泊って聞かれてかった、うん、4?5?4?5?3?4? みたいな分からん分からんってなって、うん、3?4?3?4?5? みたいななんかもう分からんくなってさどっからを止まる感覚になるのかがさ、うん、確かに分からんくなってもう全部書いてある紙見せてでなんとかなんとか無事通れましたよかったですほんとサラピだけ帰国かと思いましたそうあの場で帰国汗汗どうにかなりましたうんマジューちゃんとそんなにピーって開いたから英語は全く韓国行った時はね全然すんなり行けたんですけどなんか今回はすんなり行けなかったんですよ、ね、まだソーリーとテンキューぐらいしか言ってない花火師さんありがとうございますさっきもコンビニでなんか笑われたよね笑われたなんか笑われた袋いりますかわからんかったよねうん、なんて言ってるかわからんくて普通にえみたいなあ、袋かみたいなあるあるオッケーオッケーって言っとったらなんかはぁ、あ、はぁ、あ、みたいなで、なんかサラが袋入れよったらアリちゃんにネクストネクストネクストはいネクストはいネクストってアリちゃんが言って笑われよったそうもう呆れられたアメリカの入国ね一人ずつなんか英語で聞かれる系は多分無理やな無理だ、ね、入れないや練習していかないと無理だ、ねうんうん、ギフトありがとう、うんこんばんは。こんばんは。リボンチン。これ美味しい。辛いね確かに喉に刺さるえぐどういう意味での刺さるさそれはめっちゃ喉に刺してくるやつおらん、うん、わからん、うんスラマ、マラムこんばんはポップスパイシースラマパギーおはようございますマンゴー
ぎさやすか大好きですレディアさん、花火ひろしさん、金魚ありがとうございます。金魚が来たの、花火も、花火大会になってるじゃん、今気づいた。え、なんかメール見れない。こんばんは。今日からのギフト、花火大会。1日は1日じゃない、長すぎたよね、ちょっと今日は。うん、空は特になんかもうピリリから続いとるけん確かに余計に、うん、パッ。私は最後に日本でお寿司を食べてきました。え、そうなのそうよ、広島でお寿司を食べてきました。数日行くだけなの何ヶ月も行く人かも。そう。最後に寿司。こんばんは。やほやほ。今のところ恋しくなっているのは多いお茶の濃い茶飲み濃い茶、濃い茶が飲みたい。濃い茶の葉っぱ持ってたやばいから濃い茶が飲みたいよ。それぐらい、お茶がないとは思いませんでした。ね、ないよね。うん、お茶が飲めないです。薄い気がする、これ。うんうんうん、当たりが違う。紅茶は飲めない、ティーは飲めない、コーラとかはありました、ペプシとか。ジュースあんま好きじゃないから困る。韓国はね、普通にコーン茶とかウーロン茶とか。やっぱ韓国いいね。余裕やったけど。何時までやる？ココアがおすすめドリンクって何ですか？何おすすめしてた？知らん。分からん。何や。聞いてました質問。ん？何？何時までやりますか？何時までやる？質問したんだよ！質問返すなよ！聞いてましたか今？聞いてたら今スルーしたんですよ。だから黙ってたんですよ。聞いて言ってくれるかなと思って。何時までいけばいいですか？だから帰ってこなかったからまたもう一回質問し直したんですよ。そしたら質問を返されました。何時までがいいですか？みんな一部始終を見ていたよね。すいません、すいません。なりちゃんのおさん、後に始めたから聞いてるんですよ。あ、そういうこと？はい。じゃあ半ぐらいでお風呂行きますか？いや、一緒行かないんで一緒行くような言い方をされても半ぐらいでお風呂行きましょうか。終わるんですけど。
りながら。金魚ありがちゅう。さんのさあちさんありがとうございます。プールはありそう。だいたいプールはあるんかな、クアラルンポのホテル。だいたいプールとあれがあるらしい、ジム。無料でついとるってこと。食べ過ぎたら運動できます。しません。走れます。しません。一人で行ってきてください。有酸素。一人で行ってらっしゃい。頑張ってくださいって言われた。何が？有酸素運動？有酸素。プールどんなんなんやろね。ね。そのプール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 言っとん今日ずっと。そんな言っとる。プールプール。もう。マレーシア来る前から何回愛ちゃんの口からプールという言葉を聞いたでしょ。見れないよ。日本でプール行く？行かんよ。ねえ、行きなよ市民プールとか。え、でも今年行こうとしたマジ区民プール。え泳いだり痩せるんちゃうんってママと言って、うん、でも水着ないよってマジで乾かしようと。春ぐらいからだそうです。今年はプールモチベあったんですよ。そういえば泳ぎモチベ。泳ぎモチベとは普通にダイエット目的で泳ぎモチベがあって。え、そういうこと？え、そうよ。受けるんやけど。楽しむんじゃないよ。受ける何すよ。金魚ちゃんありがとうございます。ビート板必須。舐めてんな。舐めてやがるな。私泳げますよ。25メートル？うん。100メートルぐらい泳げる。え？いけるんやけど。マジマジマジ。私は泳げません。私小学校1年生から習ってる。私は泳げません。めっちゃ遅いけどね。息継ぎができるってこと？めっちゃ遅いけど泳ぐの。タイム測られるなんかやつになってやめました。普通に遅すぎて。何知ってる。もう全部バタフライまでできるようになって、そう、泳げません。なんかタイム競うみたいなクラスになってやめました。泳げません。水の中は嫌いです。お嬢か。マジでハートありがとうございます。プールがの授業が嫌いで、うん、ちっちゃい頃から夏が大嫌い。え、結構マジよ。そうなん、うん、楽しみにしとるタイプかと思ってたら全然ワクワク。
雷のあれって思い出した。今日プールあるよとか言ってなかった。うん、そう。マジか。雨降れ雨降れ雨降れって思う。おもろい。プール休む理由、焼けるのでとか書いてそうです。かかん。焼けるのでお休みします。そのくらいは気にしてないです。普通にマジで、うわっ。ねえ、みんな見てるでしょ、この人。癖なんです。食べた後に指をこうやってやるのがあるじゃん。癖なの。誰か教えてあげて。粉ついたらどうする？いつもやる。食べてこうやってで大体鼻歌歌いながらでこうやって落とすんよ。この気になる。ください。すいません。みんな見たことないかな。でも配信何も食べんか。うん。そうだ。ってこうやってやる。そうだねーとか言いながらいつもこうやってやるよ。どこ、うん、いつも絶対こうやって落としてペッ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 て言って癖です。そう、気になるじゃないですか。拭いてください。すいません、私はこっちに落ちた、こっちが気になります。落ちたこっちが気になります。大丈夫ですよ、ここには落ちてないです。ペッ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 、いや落ちる落ちる、はい、いつもこうやってやる。絶対やるよ、こうやって。マジでやるよ。動画撮ってあげようか。うん、無意識。いやでももう無意識映像残っとると。やばい。話聞いてないのもこうやってやるのも。やばい。全部ここに映ってるから。無意識映像。切り取り NG で。切り抜きか。無意識映像です。私たちは晴れ女だったのでね、雨予報だったんかは分からんけど、雨予報だった時間は降らんかったし、うん、写真撮りたいと思った時間は晴れてました。絶対に最高の一日にしようね。そうです。なのでいい写真は撮れましたよ。確かにこれちゃんと辛いです。ね。これメタンコ辛いです。そうですね。じゃあ順番に読みますよ。はい。13位めちゃきのこさん。お願いします。何笑ったの？そういうこと。そういうこと。1位までいいかと思った。待ってくれとったね。13位キズナックさん。12位マグさん。12位九州のノブさん。11位花火師さん。11位ミツルン。10位赤色サンタさん。10位タイムファイヤーさん。9位ゆちゃん。9位ケルちゃん。8位すけさん。8位みたけさん。7位やじまさん。7位きもつんつん。6位テリーピーさん。ふこうさん。5位セリアさん。そうちゃん。
4位ピレスさん、サヤモンさん、3位中野さん、フーさん、2位吉田健一さん、イルタンタン、1位ナラブさん、マーキさんです。ありがとうございました。 Thank you Thank you very much Thank you so much Thank you very much Thank you。 ここはマレーシア、ここはマレーシアです。時差がありますのでこっちは1時間早いです。そうですね、まだ10時半ですが、皆さんのところは11時半だと思うんで、そろそろお開きにしたいと思います。そうですね。え、ていうか多分、うんうん、できてもあと30分しかできんのよ。あ、そっか、日本の時間でしか多分できんけん、勝手にね切られちゃうね。そうそうそう。それでは終わりにしたいと思います。はい、まだ明日です。 Good night、バイバーイ、グッバーイ。かぶれてますもん。また明日。あ、イントネーションが。また明日。グッバーイ。バイバーイ。おやすみなさい。X 見てね。絶対に見ていいねとコメントしてね。グッナーイ。